はい、皆さん、こんばんは、シュです。今回の問題なんですけど、西大和中学校の2021年の問題となってます。この問題は知ってるか知ってないかという、すっごく理不尽な問題となっております。はじめに図を書いていきたいなと思っております。はい。どんな図かというと、この図を覚えとかないといけないんですよ。だから思考力じゃない、暗記ですね、これは。本当に。はい、ここが正三角形の時で、ここは正方形の時、こういう図形があります。そうするとここが60度であれば直角なので30度なんですよ。でその次にここ60度で二等辺三角形なので、ここ75度、はい、ここも75度、まあ全部変えていきますね。そうするとここって15度になるんですよ。またここも同じように、30度、はい、75度、はい、二等辺なんで75度、はい、15度です。で、今回の問題なんですけど、この図を覚えとかないとできない。だから結構理不尽的です。どういうふうにやっていくかって言ったら消すんですよ。そうするとどういう風になるかって言ったら、30度15度で長さ一緒で直角の時は絶対ここの長さも一緒ということなんです。だからあの図形をちゃんと覚えといて、なおかつ長さ一緒ということを暗記しとかないとできない問題です。なので結構難しい問題だと思います。なので答えは AC 対 DC は1対1が正解となる問題です。この理不尽的な問題なんですけど、まあ数学暗記だっていうんですけど、これは本当に暗記ですね。本当にまあ何て言ったらいいかな、経験則っていうのが、まあ、数学には結構いるところなんですけど、まあ暗記って言ったら結構弊があるんですけど、経験ってすごい大事なところで、今回は経験がものを言う問題だったなと思います。なのでこれを解こうとしても知らなかったら解けないっていう、すごい理不尽的な問題でした。もしこの問題が理不尽だなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた。じゃあね。バイバイ。